雨後、堀達夫。6月20日。これでもう山小屋に雨に降り込められていること1週間。雨の軽井沢もまたいいです。などと友達に手紙を書いていた女房も、昨日あたりから少し気が変になっていはしないかと思うくらい。何しろ、もみの木なんぞの多い山の中の一軒家だものだから、雨の音が騒がしいほど大きく、それがまた、絶えず様々な物音に変化して聞こえる。子供の頃聞き慣れた品子の歌が、途切れ途切れになって聞こえてくるなどと、女房が不意に言い出したりするので、今日なんぞは私までも、一日中なんだか家の外ばかり気にして見ていて、仕事に手がつかないくらい。こうして二人っきりでいると、相手の神経衰弱などすぐ映ると見える。今も黄色の小さなゴムまりのようなものが、草の中をぴょんぴょん跳ねているのに、おかしいほどびっくりしてみたら、それは、こんな林の奥まで水たまりを伝ってきたらしい、庭の奇跡霊。6月24日。やっと雨が上がった。久しぶりに二人で散歩に出る。途中で鶴屋の主人に会って立ち話。今年はどうも葉ばかり多くて、花が少ない。と気の毒がるように言う。それでも少しは花もあろうかと村を一巡してみた。なるほど、今年は無残。グリーンゲーブルスという緑の切り妻のあるイギリスの老婦人の住んでいる小さな家の裏に吹いていた萼の花と、チェッコ公子の別荘の広々とした芝生だけが鮮やか。それから、まだツツジの花の乏しく咲き残った原へ出たら、急に霧が舞いてきて、目の前を何羽か泣いてよぎったお長の姿さえ見えなかったくらい。やっとそこを突き抜けて、ふと振り返ると、まだその原は霧の中。合同教会の裏のある外人の別荘の前に、野バラの木が珍しく五六輪の花をつけていたので、何気なく近寄ってみると、その茂みの中に一羽の小鳥が不安そうにあちこちと枝移りしている。おかしいと思ったら、小さな鳥の巣があった。おねりこのステッキでその枝をかき寄せて、巣の中を覗いたら、まだ羽も生えてない、目ばかり大きな茶色のひなが、四五羽、不気味にうじょうじょしていた。親鳥は、もう、逃げた後。